坊墨山とは、秋田県三種町との白市にまたがる山である。坊寺う山とも表記される。坊墨山は低山であるが、坂の上の田村マロによる、長面兄弟討伐伝説の言い伝えが残り、鎌倉時代には、山岳仏教の一大拠点となっていた、信仰の山である。山頂からは東に森吉山、西に大型村の広大な干拓地、小賀半島。 日本海を遠望できる。また、一帯は昭和51年に自然観察教育林に指定されていて、また、昭和52年6月15日、秋田伊佐尾新報社の新観光秋田30系の23位に選出されている。坊住山は平安時代前期に天台山の名前で開かれていた。坂の上の田村丸の江戸により、長面兄弟の戦場となり、 呂塔が崩れるなど大きな被害を受けたとされる。長面三兄弟のアケートマル、アケートメマル、アケー、シリングマルは額から顎の先まで二尺三寸もあり、身長も一畳あったという。この戦いでは、いくつもの伝説が近辺の地区の地名と関連付けられ、残されている。ただ、史実では、坂の上の田村マロはこの土地に到着していない。戦いの後、 山は、繁栄を取り戻し宿坊も多く建てられ、坊炭山と呼ばれるようになった。以後繁栄と水坊を繰り返したが、江戸時代初期にはすっかり錆びれていた。坊炭山の大道寺が焼けた後は、杉本坊最小院だけがとどまって、宝塔を守っていた。しかし、明治になって間もなく、廃物希釈運動によって、修験寺院は全て廃寺になった。 京坊墨山には寺屋敷という地名だけが残されている。坊墨山昔物語や凡人上山教立記では地名伝説がたくさん語られている。それは宗教伝説と絡みながら昔伝説や教立記の中で展開されている。地名伝説では次の地名の由来が語られている。長面、大面、中津ま実験、長根、幕、日下坂、幕洗い坂、 木戸の座は、大慶沢、小兄弥沢、牛が、沢、接待、真見平、切れは、木の平、八面山、三種川、扇が滝、そびえ滝、歌橋などの地名の由来が語られており、その分布は広範囲にわたっている。物語ではこの他に、小賀市と秋田市の小王神社、また欧州藤原市、八方町の道場などの寺院、氏族、地名が登場する。 江戸時代の気候家、菅江雅美は70歳の頃この山に登り、これらの山岳信仰伝説を記録した。これは大同寺の古記をそのまま記録したものである。秋田県の徳農家の石川力之助も1899年にこの山に登り歌を残し、また菅江雅美の記録を書籍秋田の昔に収録、印刷した。力之助は百九十八年に 自らの蔵書を大量に消失したことから、郷土の古書を活字にして、残そうと出版を計画。力之助が編集して発行した、秋田の昔健一には、菅井増美が書き写した、某住山昔物語が転載されている。増美による著者本とはいえ、増美の著作が活字になったのは、これが最初である。江戸時代の終わり頃の文久元年。 土地の人が信仰の山を観音霊場にしようと肝心に従っておね伝たいに33観音の石仏を安置した。某住山33観音法が割によると、某住山の麓の村である小二沢の工藤源次の発願によって33観音像を混流しようと、したが一人の財力では不可能なので多くの人の方がを募るようになったと、わかる。記録からは、 山緑の村々だけではなく、八郎型西岸の鵜の木村やの城からも方がに、加わった人がいることがわかる。観音像の石材は、お返しである。三十三観音以外の八体の番外と呼ばれている石仏は、万円元年の混流である。写真にある山頂の番外石仏の混流年号は、分級となっているが、本当は、万円である。上、 岩川地区の大学院が代々伝承されていたことをまとめ上げた文章に、盆城古伝記という書があった。この記録をもとに、秋田の隣聖院の清志敦氏が文書表現などに修正を加えて書き上げたのが、某住山古伝記である。それには次のように記述されている。某住山は、大日山とも言い,い、南は、太平山に連なり、北は七座山に続いているので修行をするのに、 便利である。おそらく天平の頃に、遠征大アジャが東山を解散し、修行の令状とした。中世、源拡大徳が東山を再興した時に、解散遠征の四文字を刻んだ石碑を途中より掘ったという記録が、伝記に見える。大面に高倉という大施主がいて、彼は、東山階層の大男主である。彼には一人の娘がいて、向こうを迎えて、家徳を継いでいた。 あとに、高倉長者に男子ができた。この子が成長すると家督を継ぎたいと望んだ。そこでやむを得ず、長者はくじを引かせ、向こうは文家のくじにあたり、米か沢というところに住んだ。里の人は彼を大慶伝と殿と言った。実施は、大面に住み子にい殿と言った。大面の地名の由来は、昔、川西の宮間に大樹が折れた霊木があった。 木こりはそれに締め縄を貼り付けまつると、上の締め縄は白髪のように、下の締め縄は白髭のように、そして木肌は風雨にさらされて、紅白の色をなし、幹は鉄や石のように、硬く、節や昆布が自然に目鼻工事の形をして、おじの面のようになったのを後年村の名とした。ある時、一人の高僧が来て、その霊木なるを感じて、霧観音像を掘って、 そこに祠を建てた。村はこれによって繁栄した。平城天皇の頃だろうか、鈴鹿山の族の残党の矢木、大竹マロが人々を悩ましていた。坂の上の田村マロは、矢木を、幌和山で滅ぼして、大竹マロを、小賀の峰で滅ぼした。なお、その残党を探したところ、明と丸、明智丸、明智、シリング丸という兄弟の悪気がいた。坊隅山には、 小野小町の伝説が残されている。小野小町が、眼病の回復を願いにやってきたとするものと、肌荒れの回復を願って、某、墨山の山頂に鎮座する草地蔵を拝みに来たという伝説がそれである。小野小町は二段の滝で身を清めてから入山したものの、高齢の小町にとって、某、住山の山道は険しく、どちらの説でも途中で引き返している。眼病祈願説では、 足元から清水が湧いてきて、その清水で目を洗ったら、病気が治ったとされ、そこで湧いた水の支流が、現在の海和川地域の小町の清水とされる。皮膚病気岩説は、登頂を断念した後遠くから草地蔵を拝んだ。小野小町が止まっていたとされる滝の上地域には、小野勢が多い。また、上、岩川地区には小町地区がある。上、 岩川地区の鬼神戸山の神社には、鬼神戸山縁起という神社の由来を記した文書が残されている。漢武天皇の時代に、勢い州鈴鹿山に、大長丸という族がいた。その族を討伐しようとして、坂の上の田村麻呂が鈴鹿山から、秋田の赤神山に追い出して討伐した。その首をこの地に埋め、鬼神戸山権現とし、三上を勘定した。その後、 人名天皇の時代に、小野小町が某住山に参詣しようとしたものの、某住山は、鉱山のために当社を仮に、坊主山として毎日参拝しようとした。しかし、ここは周囲に水がなく、口をすすぐ浄水もない。小野小町が天地に祈るとたちまちにして、岩の間から清水がしきりに溢れて、何ヶ月もの干ばつの時でも水の増減がない。 その水は川に流れ、川は船がなければ渡れないほどになっていた。小野小町は和歌を書いた短冊や、その他の品を奉納し、その坊主山に薬師如来を安置した。その光年月が流れ、史上天皇の時の天福元年8月21日の夜に火事が発生しすべての品が怪人と化してしまった。菅江雅美は文化三年に小町村を訪れその記録を、 霞月星に記している。小町村に来た。ここの由来は3年前に詳しく書いたことがある。小野小町のゆかりのある小町清水が大層清らかに岩川の東の岸に落ちていた。鬼神戸山権現の森の桜もようやく咲いている。菅江澄美が書いたとされる小野村の由来とは小町の感線だと考えられるが、これは、 名徳館に収められた菅井真美の書物の中では唯一の未発見本となっている。石川力之助は1899年9月に某隅山に登り、その記録を某城則行に記録している。それによると、小町水は小町の村に向かう三種川の橋の東の橋の下から湧き出ていて、水桶一つが5分間でいっぱいになると書いている。 長面三兄弟が逃げたとされる日、高山とは、現在赤倉山として、五条目町、内川線県内の東北東約 5km、赤倉山荘という温泉施設の北約 3.6km の地形図にも記録されている山で、八面山ともいい、その山頂には、権ン堂が当時あった。石川は、山頂の北 100m ほどに、鬼の穴という岩に囲まれた穴があったことを、 記録しており、日高山にも登っている。その他、某住山周辺の地名が詳しく紹介している。石川は、某、住山登山の際に道を間違え雨に降られ、落合村に着いた時には、火が落ち、自動車も使えず、そこで一泊している。某住山山頂の三角点と、石仏現在滝の上集落跡に、某樹館という観光案内所や、 固定寺村が建てられている。そこから東に1キロメートルほど上流に登山道の入り口があり、登山道沿いに石仏が33尊の観音菩薩が置かれている。ただ、一番目の観音菩薩は、登山口の県道を挟んで、反対側の崖の上にある。写真中央のピークが某墨山山頂で、ここには水仙トイレと山小屋がある。 また21番目の観音菩薩と二尊の石仏が置かれている。写真では同じような高さのピークが連続しているが、最も左にあるピークを左に下ったところが寺屋敷と言われるところで、ここに山岳仏教前聖寺に某住山の中心地が置かれていた。また、ここに33番目で最後の観音菩薩が置かれている。神社の駐車場から、 傍住神社を経由して登ると比較的楽に登山ができるが、ここからだと十番目の観音菩薩から見ることになる。写真最も右のピークの右にある坂が、ダイソーの坂と呼ばれる坂で、この登山道一番の難所である。現在は迂回路も作られているが、馬場落としとも呼ばれる断崖絶壁には、悲しい民話も語り継がれている。登山の時間は、登山口から山頂まで、 約2時間で、山頂から寺屋敷までは、約1時間ほどかかる。ABCD、某住山三十三観音、古藤家町教育委員会、1979年3月、秋田総書別集、第二某住山昔物語草木谷総書秋田の、昔巻一某住山昔物語、盆十山協付き某住山と我が故郷の神々、岩木英心、1980年、 P2 から14二段の滝は、扇滝より、数十メートルの下流の急峻な断崖絶壁の眼下にある滝。二段ともに高さは1メートル足らず、第三期秋田総書十二巻、1976年、鬼神戸山園に、P281P285、菅江澄美遊覧記4、内田武史、平凡社、2000年、P202、坊住山と我がふるさとの神々、 いわきえいしん。1980年 P19 から57。ありがとうございます。